問コーナー。今日も気になる質問をどんどんしていきますよ。それでは行ってみましょう。どうぞ。次にですね、まあ今接種した時の症状を聞いたんですけど、今度は薬物が切れた時ですね、俗に言う切れ目。ああ、切れ目ですね。はい。はい、になった時は、兄さんはどんな感じだったんですか？まあ、痙攣を起こして寝るんですよね。あ、痙攣を起こすんですか？はい、もう寝らない、体が寝なくてはいけないっていう体になってるからですね、引きつけるんで足が、つったりとか。はい。寝とってもカーンとつったりしますね。おお。あ、もうそれがじゃあもう薬が切れたサインみたいな感じですか？サインでしょうね、あれは。うん。で、水分も取ってない、取れないんですよ。まあ、取っても取っても汗で出ていくら。当時、エアコンがないとこでしたら、もう大変だったですね。若い時、エアコンなんか、なかなかないですけど、ないですからね。夏場は極力専用してたんですね。あ、でも軽い脱水症状みたいになることですね。脱水症状になると、足が痙攣さえする。しますね。すると思うんですよ。うん。はい。まあその切れた時とか、まあ、寝るじゃないですか。で起きた後、まあ、次が欲しいとかいうふうにはならなかったんですか？もう誰かが持ってきたら、でも仕事が家の仕事を手伝っていたから、まあ、休みの前とかにして、それからまた給料までは我慢したりとか。お、一人でするのがもう怖かったんですよ。あ、当時。なるほど。はい。で、誰かが、まあ、そんなに友達はいないんですけど、学生で休む友達は、はい、その友達がするときは一緒にしてゲームをする、うん、はい、あとは勃起しないんですよ。ああ、男性はなんか勃起不全になるっていう風になってるん で、だからどうしてた、どうやったら、普通ならエロ本見たらすぐね、あれをして終わりですけど、はい、全然立たないんですよ。だからずっと見れるんですよ。それを何時間でも読めるかよ。それはこう見て、まあ勃起しないじゃないですか。はい、それでこう見て興奮だけして楽しむってことですか？いや、一生懸命扱いますよ。立たないんです。おお。恥ずかしいです。カットしてるんですよ、ね。皆さん経験があると思いますけど。まあやった方は多分経験があるんでしょうけど。はいはい、あ、それで下がったらいけないから、カットしてないよ。うん。あ、そうなんですね。なんかこう、僕はそのなんですかね、外のメディアとか漫画とか映画とかで見ると、まあちょっと覚醒剤ってセックスドラッグみたいな感じで、男の人も女の人も売って、まあセックスして、こう快感を得るみたいな感じ。私は女の人とするのが嫌いで、したことないんです、一緒に。ああ。それだけは。まあけど人によってはそういう使い方する人もいるんですよね。そうですね。結構そういう犯罪で使われてたりもしますもんね。何時間もセックスしたのか今話聞いたことあります。ああ、じゃあ男の人でもその、うん、そっち側に用いる人もやっぱいるってことですか？だいぶいるんですよ、女の人も。ある面白い話で、はい、二人でホテル入って、もう男性がもうやめたって言っておいて、女性に大人のおもちゃを、はい、ありますね、冷蔵庫の横とかに。ああ、ありますね。それをこうでやったら、はい、夜中に起こされて、なんかした電池頼んでて電池が切れたらしい。へー。電池を頼んでと、本当に頼むのが恥ずかしいからっていうのを聞いたことあります。もうずっとじゃあ使ってたってことですよね。だと思います。ありがとうございます。教えて坂先生のコーナー。それでは今日のお題いってみましょう。どうぞ。脳を興奮させる危険な薬物について説明の方をしていきたいと思います。 MDMA、 MDA、 こちらなんですが、まあ、似てますよね、字が。で、実際ですね、作用とか副作用などはですね似てますんで、まとめさせていただいてます。で、MDA の方の俗称としましては、エクスタシー、バツというふうな呼び方がされています。で、次、MDA の方はラブドラッグとして呼ばれています。
で、こちらのですね、原材料としては化学物質を合成することによってできますので、合成というふうに書かさせていただいてます。で、今後ですね、化学物質に関しましてはこういうふうに合成って原材料を変えていきますので、よろしくお願いします。で、作用としましては、幻覚や錯乱などが見られます。で、この錯乱というのもですね、暴力的になったりとかですね、挑発的な性格になったりとかするそうなんで、こちらの方ですね、結構取ってしまって、取りすぎたりとかしますと、相手を殴ったりとかですね、殺傷してしまったりとかする可能性もありますので、大変怖い薬となります。で、副作用としましては、突発的錯乱。要はですね、取ってて、錯乱するわけではなくて、普通に過ごしてて、いきなり訳がわからなくなったりとか、そういうふうになりますので、こちらの方の副作用としてもですね、いきなり訳がわからなくなって相手を傷つけてしまうという可能性があります。あとはですね、心臓、肝臓などのですね、機能の低下、不全になります。いや、あとは脳卒中。ね、こちら、脳卒中よく聞きますね。脳認知のものを異常をきたしていきなり死んでしまったりとかもするそうです。あとはですね、記憶障害。自分は何をしてたのかわからないとかですね、どういうふうになってるかわからないとか、そういうふうな障害が起こるそうです。はい。で、あともう一つはですね、PCP。はい。これ PCP だとですね、意外にピンとこないんですけど、タカ先生、エンジェルダストって聞いてピンときました。これね、一部の人はわかると思うんですけど、某漫画でですね、エンジェルダストっていうのが出てきます。結構昔の漫画なんですけど、これ聞いて、あ、エンジェルダストって PCP のことだったのかっていうのをすごく納得しました。で、こちらもですね、化学物質なんで、合成麻薬というふうになります。で、作用としては、強い興奮や高揚感、あと多幸感ですね。幸せをたくさん感じると書いてますんで、幸せな気分になったりとか、そういうふうになるそうです。で、副作用としては、暴力的になったりとか、言語障害、うまく喋れなかったりとか、あと気分が落ち込んで、うつ状態になったり、あと、痙攣というふうになってますんで、こちらもですね、相手を傷つけたりとかする場合もありますので、十分気をつけていただきたいと思います。で、以上がですね、脳を興奮させる危ない、危険なですね、薬になります。やからチャンネル、ご意見、ご要望は、コメントコーナーまで、よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録、いいねも、評価もよろしく。